にちはなのだ。今回から新しくメタンにも加わってもらって、城の面白残念ネタシリーズを2人で紹介していくのだ。皆さんこんにちは。はじめましてメタンです。これからズンダモンと一緒に皆さんのご相手をさせていただきます。ねえねえ、ズンダモン今日はどんなお話をしてくれるの？今日は女城主にまつわる城郭の話をするのだ。女城主というと井伊直虎さんかな。2017年の大河ドラマの主人公だよね。柴咲コウが直虎を演じていて、私はずっと見ていたわ。いやいや、今回は女城主おつやの方なのだ。おつやの方あまり知らないんだけど、どんな人なの？では早速紹介していくのだ。皆は城主おっちゃんというのが定番になっていると思うのだが、戦国時代には後継ぎがおらんくて女性が城主となった例も多々あったのをご存知だろうか。ズンダモン、なんで世間祭人みたいな話し方になってるの？それは置いておいて、さっき私が話した井伊直虎さんね。そうそう、ほんで女城主ってどんだけおるか調べてみたのだ。遠江井の屋城、井伊直虎、1565年から1582年。遠江引間城、お田津の方、1566年から1568年。美濃岩村城、お通夜の方、1572年。筑前橘城、橘銀千代、1575年から1581年。睦須賀川城、二階堂おなみ、1582年から1588年。下総古川城、足利氏姫、1583年から1590年。日立牛久城、妙院に、1590年。下総古学坊館、足利氏姫、1590年から1620年。私が知っているのは井伊直虎と戦国無双に出てきた橘銀千代かな。今回は美濃岩村城お通夜の方のお話なのね。そうなのだ。まず岩村城の紹介をするのだ。岩村城、別称は霧ヶ城は、帝閣式山城で城山三条に築城された堅牢な城郭だったのだ。ねえねえ、ずんだもん、なんで別称は霧ヶ城なの？それはなのだ、敵が攻めてきた時、城内秘蔵の蛇骨を霧ヶ井に投じるとたちまち霧が湧いて城を守ったという言い伝えから来ているのだ。なるほどね、その井戸はまだ残っているの？霧ヶ井は岩村城二の丸の北側にまだ残っているのだ。本丸は海抜717メートルの位置に建てられており、瀬谷から日本三大山城の一つに数えられているのだ。日本三大山城というと大和高取城、美濃岩村城、備中松山城ね。1221年以降に遠山景友によって築城され、1871年の廃城令までの間利用されてきたのだ。本丸小口の六段壁という石垣が有名な城郭でもあるのだ。ほな話をお通夜の方に戻すのだ。お通夜の方は織田信貞の娘で織田信長の叔母にあたるのだ。遠山景友のもとに嫁いだが、景友とお通夜の方の間に子ができへんで、景友が両没後に信長の五男の御坊丸、後の織田勝長、お養子として迎え、成人するまでの間後見人としてお通夜の方が女城主となったのだ。お通夜の方が城主となった数ヶ月後の1572年9月、武田信玄の征城作戦が開始され、岩村城は同年11月、秋山虎重が率いる甲斐と信濃の軍勢約3000に攻められ、お通夜の方は岩村城兵1300と籠城戦となったのだ。自分は信長の叔母なので、すぐに援軍を出してくれると思ったのね。でもこの時の信長って、長篠一向一揆や浅井朝倉連合軍と頻繁に戦いになってた時期よね。そうなのだ。そのため
岩村に援軍は送られず、同年11月14日に虎重から女城主を妻とすることを条件で解城すれば籠城している者たちの命は取らないという申し入れを受け、岩村城は解城し、お通夜の方を含めた岩村遠山氏の一族老頭たちは武田氏の軍門に下ったのだ。おさよ妻にとはよほど良い女性だったのかな。いやいや、虎重が物好きだったのかも。実子の御坊丸は信玄のもとへ人質として送られた挙句、岩村城も乗っ取られたのを黙って見とる第六天魔王と化した信長様ではなく、激おこスティックファイナリアリキプンプンのリームとなり、復讐の炎をメラメラ燃やしたのだ。1573年に朝倉、浅井を滅亡させ、長島一向一揆も制圧し、1575年5月、長篠の戦いで武田勝頼軍を打ち破った後に、嫡男である織田信忠に岩村城を攻めさせたのだ。武田家は先の長篠の戦いで大敗しており、成城作戦で動員した3万の兵力が5分の1程度しか帰還できなかった状態で、援軍を出せるはずがなく、1575年11月、約半年の籠城の末に信長から以下の条件で降伏するよう申し出があったのだ。身内のため城主白兵ともに除名する。これを受け虎重は岩村城を明け渡し、岩村城は落城となったのだ。岩村城を落城させただけで激おこだった第六天魔王信長様の怒りは収まらず、秋山虎重とお通夜の方が岐阜城に出向いた際に取り押さえ、長良川の河原へ連行し、逆さ張り付けの極刑にしてしまったのだ。逆さ張り付けって。その後時代は進み、江戸時代になり、岩村藩にある噂がささやかれるようになるのだ。岩村藩の藩主が遭難したり、後継ぎが若くして亡くなるのは虎重とお通夜の方のたたりだと。そのため妙法寺の境内に天台宗の東照山菩仏寺を建て、虎重とお通夜の方を供養したと言われているのだ。現在妙法寺の境内には秋山虎重とお通夜の方を供養する枕塚が残っているのだ。明治時代に入り、廃城令により城の破却が行われ、岩村城は解体され、石垣のみとなり藩邸は残されたのだが、明治時代に失火により藩邸は全焼してしまったのだ。この頃の失火による城の焼失って多いよね。そして近年、岩村町ではお通夜の方にちなみ、本通り沿いの家々で家族の女性の名前を記したのれんをかけたり、地元の酒造が女城主という日本酒を売り出したりと、お通夜の方は地域おこしに活用されているのだ。岩村の城下町も整備されており、城だけでなく城下町を散策するも良いのだ。そうね、再建された城下町は一見の価値がありますね。それと地酒とか小平餅とか寒から餅とか甘酒ソフト。ずんだもんは食べ物ばかりね。5分。2022年に開催された WRC 第13戦ラリージャパンでもリエゾン区間として岩村の城下町が利用され、人であふれかえっていたのだ。最新のラリー車が岩村の城下町を走るなんてすごいことね。そして2023年もえなしにスペシャルステージが設けられるので、また岩村の城下町を最新のラリー車が走るのだ。これは見に行かなくては。 WRC は最終日の11月19日日曜日になるので、興味のある方はラリージャパンのページで確認するのだ。ちなみにうちの P さんは競技オフィシャルで参加しているのだ。いかがだったろうか。今回はメタンと一緒に岩村城をご紹介したのだ。皆さんからのご意見などをコメントに記載してくれると嬉しいです。いいねとチャンネル登録を忘れないようにしておくのだ。次回
第4回目のネタを早々に考えなくてはいけないのだ。予告などで事前に流せれるように努力するので、これからもよろしくお願いします。ではまた次回までさようなら。なのだ。